1600年天下を二分した関ヶ原の戦い。その直後、徳川家によってとんでもなく巨大な城が築かれました。その名は桑名城。巨大河川揖斐川を背にいくつもの郭を配置。中心となる本丸には四重の天守が立っていました。城の要所に配した櫓の数は実に51基。城壁の役割を兼ねる多門櫓まで全て合わせると97の櫓が立ち並ぶというとんでもなく堅固な城。周囲に幾重にも水堀を巡らし、城下町と一体となった広大な城域にはなんと5万人の兵士を収容できたとのこと。全国有数の規模を誇る城がここにあったのです。この城を築いたのは徳川四天王の一人、本多忠勝。早くから家康に仕え、名僧とんぼ斬りを手に武を持って徳川の天下を実現させた猛将です。忠勝がこの地に入ったのは1601年。桑名城改修にあたっては徳川四天王の一人である井伊直政が家臣を動員して普請を応援したという逸話が残っています。それにしてもどうして本多忠勝は97もの櫓が立つ堅固な城を築いたのでしょうか。忠勝の桑名築城には天下を狙う徳川家康の考えが大きく影響していたはず。今回は徳川四天王の城、桑名城を見てみます。三重県桑名市の旧家公園に来ました。1928年に整備されたもので、桑名城の本丸、二の丸があった場所です。公園はとても複雑な造り。広い水路の中に島のような場所が点在し、橋でつながれています。この水のある場所はかつての桑名城の堀、そして島は郭の跡です。郭はそのまま残っているのではなく、削られたり埋め立てられたりしてかなり形は変わっているよう。いかにも城というようなデコボコしたラインがありますが、当時のものとは違います。といっても広い水堀の向こうに城の姿を想像するには十分。当時はさぞかし立派な眺めだったのでしょう。橋を渡ったところが本丸の跡。奥の方は埋め立てられ、グラウンドやプール、神社になっていますが、郭の隅の部分に高まりが残っています。これは本丸に立っていた櫓の跡です。桑名城の本丸には三重櫓が3基ありました。本丸の東南にあった辰巳櫓、江戸時代中頃に焼失した天守の代わりとして使われた三重櫓です。幕末まで桑名城のシンボルとして立っていたのですが、後に新政府軍によって焼き払われてしまいました。本多忠勝が入城する以前の桑名城には、神戸城の天守が移されていたと伝わり、忠勝はこの天守を神戸櫓と名付け、本丸を守る三重櫓として使いました。神社の奥にある石垣、ここに天守が立っていたと言われています。桑名城の天守は外観40、内部は6階建てだったと伝わり、ボーロ型で穴蔵を持つ構造だったと考えられています。現在見られる天守台石垣は後世に積まれたもの。私が行った時は立ち入り禁止となっていました。ちょっと登ってみたかったですね。実際のものとは違いますが、このようにしていただいているのはありがたいこと。ここに桑名城の中心となる高層の建物があったということを知ることができるのですね。さて、ここまでご覧になってくれた城好きの皆さん、なんだ桑名城の跡って何も残っていないじゃないかと思うでしょう。そう、
幕末の戦いの後、新政府軍の前に無血開城した桑名城は、明治になり懲罰処分として徹底的に破壊されてしまったのです。石垣は付近の四日市港の防波堤建設のために持ち出されてしまいました。現在桑名城の後に石垣の遺構がほとんど見られないのはそのためです。城として機能していた当時は5メートルを超える高さの石垣が巡っていたと言われています。桑名城の近くにある歴史を語る公園、目の前にあるのが当時の堀、その向こうにあるのが桑名城の石垣です。ここでは残された貴重な桑名城の石垣をじっくり見ることができます。石垣の下部分が本田忠勝時代のものらしい。上部は後の時代に積み直されたものと考えられています。本田忠勝は桑名に入った時、城の改修だけでなく城下町の整備を行いました。それまでの町屋を移動させ、新たに近代的な町に作り変えた慶長の町割り、これが現在の桑名の町の基礎となっています。江戸時代、飛鳥の宮宿から桑名までは陸路はなく、人々は約4時間かけてこの間を船で移動していました。東海道は天下の大動脈、その桑名側の港ということで、多くの人や物資を乗せた船でさぞかしにぎわっていたのでしょう。七里の渡し跡からまっすぐに伸びるこの道が当時の東海道、桑名城の西側を通っています。現在は交通量の少ない道ですが、江戸時代、本陣2軒、脇本陣4軒、旅籠120軒が並ぶ巨大な宿場町がこの先に広がっていました。東海道を進むと右手に見えてくる大きな鳥居、桑名を守る神社です。銅でできた鳥居は日光東照宮など一部でしか使われていない豪華なもの、当時の桑名の繁栄ぶりがわかりますね。この鳥居は江戸時代に建てられたもので、それより前は本田忠勝が建てた木製の鳥居があったそうです。本田忠勝の改修によって巨大城郭となった桑名城、その役割は一体何だったのでしょうか。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康、しかし戦後の論功行賞では豊臣恩子の大名に広大な領地を与えることになりました。関ヶ原の本戦に徳川本体が参加できなかったためです。石田三成など反対派を一掃したとはいえ、大阪の豊臣秀頼は健在、家康が恐れたのは力をつけた豊臣恩子の大名たちが秀頼を担いで徳川に反旗を翻すことでした。勝利の美酒に酔う暇もなく、家康は次の戦いに向けた備えを行わなければならなかったのです。江戸の徳川と大阪の豊臣の間で戦が起こった場合、三河、尾張、そして伊勢は双方にとって戦略上の重要地点となります。しかしここを分断する木曽川、揖斐川、長良川という巨大な河川の流れがありました。現在ではいくつもの道路が通り、簡単に越えることができますが、当時の木曽三川は流れが定まらず、まるで海のような存在、徒歩で渡るなんてのは無理、ましてや多くの兵が一度に移動することは不可能でした。豊臣との戦いで想定される大阪への進軍ルート、徳川が伊勢を経由して大阪に兵を送るにはどうしたらよいか、さらに戦に敗れて撤退した場合どのようにして兵を収容するのか、間に横たわる木曽三川、それに対する対応が桑名に巨大な城を築くことでした。大阪から尾張、三河に
兵を撤退させる場合、伊勢まで戻ってきても木曽三川に行く手を阻まれ、それ以上進むことはできません。しかしその手前に徳川の拠点があれば逃げ込むことができます。さらにその拠点に兵を集結させ立てこもれば、進軍してくる豊臣軍に足止めを食らわし反撃することもできます。大阪から見て木曽三川の手前に位置する桑名城に求められたのは、数万の豊臣軍に攻撃されても持ちこたえる防御力、そして多くの兵を収容できる規模でした。桑名城に97の櫓が立ち並び、5万の兵を収容できる広さがあった理由が分かりましたね。本多忠勝は家康の考えに沿った城造りをしたのです。桑名城は徳川の対豊臣戦を想定した巨大要塞だったのです。桑名城の北側、揖斐川のそばに立つのが万竜櫓。2003年に再建されました。万竜とは天に昇る前のうずくまった竜の姿、それをかたどった瓦が乗っていたと言われています。有名な歌川広重の東海道五十三次の絵、桑名七里渡し口では帆を下ろし間もなく到着する2艘の船が描かれ、奥に桑名の城が見えています。この中のどれかが万竜櫓なのかもしれませんね。桑名城は豊臣との戦いで使われることはありませんでした。戦いのない時代が訪れると桑名は宿場町としてもさらなるにぎわいを見せていきます。